さあいよいよ今回まだイベントやることになったわけですけど、まあ今回3回目のイベントということで、今回は5つのバンドが揃ったっていう形でかなりボリュームのあるイベントになりましたね。まあ僕は今回ちょっとバンドの方は参加してないんですけど、入場から開演までの間少しの間だけ弾き語りさせていただけるということでお時間もらうことができたので、ちょっと歌わせてもらおうかななんて思ってます。まあ今回は1曲、人の曲使って、あとはオリジナルの曲を歌いたいななんて思ってやっていこうかななんて思います。前回はとにかく弾き語りちょっとやらせてもらった時、2曲ほどしか歌ってなくて延々と喋り倒してたんですけど、今回はしっかり歌っていこうかななんて思いますので、まあビール飲んだりみんなと喋ったりしながら、もしよかったら僕の弾き語りも付き合ってください。よろしくお願いします。1曲目は、村下幸三さんの陽だまり、アニメメゾン一国の主題歌になった曲です。
自らなんか命を絶つような人がすごい多いなっていうことに気づいて、それでまあ僕50年生きてて、ね、そんないいことあったかって言われるとそんなこともなかったんで、まあ生きて生き続けたらいいことがあるなんてそんな綺麗事は言えないんですけど、まあまあ生き続けたりすればまあ未来はあるかななんて思ってて、それで未来はやっぱ自分の力で変えていくことなんかできるんちゃうかななんて思ってるんで、だからまあ生き続けて強く生き続けてほしいなっていうようなそんな思いを、歌にした曲です。よかったら聴いてください。光輝く街へ続く始まりの場所から夕暮れ筋のビル屋上から遠くに見える街の光がとても綺麗だね。勇気を出してあの柵の向こうへと飛び出しかならあの光まで飛んで行けるかな。届かないよね君には翼がないから時間はちょっとあるので1曲だけ。リクエスト
今日は何でもいい。いや、大丈夫です。今日は時間に行くことをしたんで前回のイベントでちょっとあの曲の曲やるのちょっと失敗したけどちょっと悔しかったんで、お、家族になるの絶対歌うだよそれを歌おうと思います。テーマは神風特攻隊をテーマにした曲で、まあ世界太平洋戦争で、まあ、犠牲になった全ての人たちに感謝の気持ちと、尊敬の念を込めて作った曲です。また聴いてください。桜が咲く頃に。愛をなくした時から晴れやかな空が太陽に染まる夢を見ることもできない。時代に何を求め生きていくだろう。焼けた大地と終わりなき戦いに不安に怯えてる愛すべき人よ。なぜに戦い続けて燃え尽きることを望むのだろう。我が国を好きというわけじゃないけれどあなたの平穏が欲しい。何が正しいかなんて分かりはしないけど華やかに散る桜のララとなってあなたを輝かす全てから守りたい。私のこの命に捧げゆくことで争う若さを人々が知ればいい。私のいない明日にあなたが健やかに過ごせますように。はいはい、毎日最後に伝えたいあなたを愛していた。あなたを脅かす全てから守りたい。私のこの命捧げゆくことで争う愚かさを人々が知ればいい。私のいない明日にあなたが健やかに過ごせますように。平和な日々の未来の桜が咲く頃に私を思い出してください。ありがとうございます。イベント始まりますんで最後まで楽しんで帰ってください。お付き合いありがとうございました。